これが今、ご自宅でお仕事される方多いと思うので、やっぱワンマイルということで、すごく声があるので、作らせていただいた商品の一つなんですが、お家にもなりますし、近くの、お店なんかにも買い物にさりげなく行けるようなというところで作らせていただきました。社内でもこのように商品の提案するズームで今、会議をしてるんですけれども、直営店のスタッフにも入ってもらって、評価をする機会があったんですけれども、そちらでもすごくこちらは人気が出るんじゃないかというところで、直営も私たち新チームでもすごく推していきたいそうですね。ちょっと画面上だと伝わりにくいかもしれないんですけども、ですね、すごく、なんていうんですか、ベルベットのような質感そうですね、になってまして、でも、すごくこう柔らかいので、締め付けもなく、本当に肌触りがいい、お家でリラックスで。で、例えば、ボトム履いていただいて、上も少し、カジュアルな T シャツですとか、スウェット素材、パーカーとかでもいいと思うんですけれども、こういった着方でもおすすめしたい一つそうですね。なんですけど、なんかこう、そもそもですもんね。そうですね、もう、完全、すごい、そんすなごにい。も そういうものが伸びるってことそうでですすね。ね、リラックスしてるらしいけど、でも、そうですね、拾いにくい、結構、そこまで厚手というものではないんですが、体のラインは拾わない程度の、時間もないでそうですね、1枚で裏地ないんですけれども、全然透けない場合になります。今、ウエストワークしてるんですけれども、外していただいて、そのままでもいいかも。すっきりとした感じとかだと、そそうれでがすたまるね。全然。で、ヘッドアップで持っていただいて、別々でお召しいただくのもすごくおすすめなので、あとは後ろが少し長めにわざとなってるので、お尻周りも隠れるので、気にせずに本当に自由に着ていただけるでしょう。本当にこれぜひ触ってみていただきたい。はい、ぐらいかなり柔らかい。野菜で野菜です。こう撫でたくなるような。なんかこう、子供とかは、お釣りして。近くにいたら、そのぐらい柔らかい。すみません、ちょっとまだ掲載できていない商品なんですけれども、近日中に、アップ予定。皆さんの身長はどのようなんですか？145センチ。私160で、この間これ着たんですけど、1枚でも着れました。ただ、160ぐらいになると、少し気になる方は、やはりパンツですとか、ボトム合わせていただくと、よりバランスが取れるので、ここはラウンドになっているので、重ね着してもパンツなども着れる。これは、警察がめちゃくちゃ良さそうですね。これは、なんか暖房のヒートと。で、段ボールなのに、両面からの生地を間こう糸でつなぐようなものになるので、すごくしなやかなんですけど、防水もあって、ちょっと光沢があるので、ちょっとスウェット系ってカジュアルになりがちで、ちょっと私ぐらいの年代ですと、ちょっとあまりにもカジュアル、あと、ちょっと抵抗がある方も多分いらっしゃると思うんですが、こちらの素材に関しては、光沢もあって、ちょっと高級感もあるので、そういうちょっとカジュアルが苦手な方にもぜひ挑戦していただきたい商品で、この紐の部分、太めの織りの素材使ってるので、ここら辺もカジュアルになりすぎないポイントに。これも展示会ですごく人気だったので、そうですね。これもまた。こちらもまた素材感がちょっと違うところで、またおすすめの。こちらも先ほどと同じ素材で、パーカーのタイプなんですが、面白いのが、この抜き絵って前からはパーカーがついてるように見えるデザインなんですけど、実はパーカーがない。
で、ちょっとこう、この辺の鎖骨周り、きれいに、後ろと、きれいに見えます。もう、まあ、ちょっといるか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、若干のこのフードが苦手な方ですとか、ちょっとカジュアルにやっぱりフードもなりすぎてしまうというところを考慮して、今回このようなお気に入りのものを作らせていただきました。こちらもあの大人の方にぜひ着ていただきたいあのアイテムなんですけども。新しいこう、そう、パーカーついてなくても、こう、違和感なく見えるっていうか。そうですね、前から見ても、なんか本当に違和感がそうなんですよね、一緒についてる。後ろだけ覚えてるんですよね。そうですね。なかなか斬新な。斬新な感じ。アイテムに。そうなんですよ。でもなんかこう、襟のところの開きが結構割とワイドで綺麗に見えるので、はい、お顔周りとかもすごい。そうですね。そうですね、お顔周りが綺麗に見える。なってます。はい。パウダーストレッチという、うん、デニムでかなりストレッチ感のあるあのパンツを今回はあのこれも人気で改良を重ねて今回の発売させていただくんですけれども、このようにすごくいいんですよ。そうですね、5365円で販売される、はい、これから販売している予定で2色でワンサイズなんですね。これワンサイズ、ただすごいです。結構伸びる感じ、はい、すごい。これすごいです。これはもうジップとかついてなくて、はい、これ飾りです。飾りなんです、はい、伸びる、はい、とにかく伸びる、とにかく伸びる。ポケットのところだけ抜いてる感じで、はい、すごい伸びるので。でもこれちゃんとストレッチでヒップ周りですとかもフォールドしてくれるので、スタイルもよく確かに綺麗に見えますね。本当素材のデニムですね、完全に。はい。でも本当伸びるので。こちらが今インディゴになります。インディゴとも少し明るいブルーと2色。で、ウエストの部分は飾りデザインについてる感じですね。なので、結構しっかりしたデザインなので、まさか全部ゴムだとは思わないんで。うん、ここからすごい近くで見てるんですけど、あの、普通ので耳にしか見えてないです。多いですね。ないタイプ、オールシーズンのものを販売させていただいてるんですけど、相変わらずも人気で、もうこれはリピートが止まらないような状態の商品なんで。前側にしっかりとゴールド感もあり、はい、後ろも。が出ないというか、すっきりラインが出るというか、うん、今まであのなかった、あの今回のお店からついてるんですけど、うん、まあ、こういったちょっと工夫を重ねて、お腹周りくねらないように、サポートが、サポート力がついたので、より振っていただきやすい。うん、で、あの、先インするポイントもあってると思うので、ぜひ、中入れていただいて、こう出して、ウエストマークしていただくと。うん、はい、お腹ほっこりしませんっていうやつですね。はい、そうですね。ここだけのが、今回新型というところで、ウエストにあの網でタックをつけてます。なので、すごくこれも高級感があります。実はこう、あのニットで、何ですか、編んでいて、はい、かなり凝ったデザインなんですけど、はい、編んでるんですか？よく見ると、はい。うん、デザイナーここがもう一押しだと。無理に寄せてるよりは、自然に発光を寄せてる感じ。いらないようなので、こうニットの当たりがないので、フラット、フラット感覚で見ていただける素材になってます。ニットが、ね、苦手な方でも取り入れやすいかな。なんでしょう、これはもう綺麗な仕立てと言いますか。ニットなんですか？そうなんです。でもこう、これもちょっと高見えする、そのレンダーには見えないなんですけれども、ニットっていうのがちょっとびっくりです。そうで
そうですね。